ブランド名フライブランド名フライは、ケント生まれの女性、リリアンブランドが1910年に制作した飛行機である。1910年8月に飛行に成功し、女性が設計、制作された最初の飛行機であるとされる。リリアンブランドは、スポーツ記者、写真家で、1909年に、スコットランドの西海岸の鳥の写真を撮っていた時に、ブレリオクシーの写った絵はがきを受け取ったことが、 自分の飛行機を作ろうという決心をするきっかけになった。1909年に家の馬小屋でメイフライの組み立てを始め無人のグライダーの模型を作った。ファルマン3によく似た服用機で全部に付けられた昇降だと尾翼はブームで支えられた。最初の友人モデルはグライダーとして1910年初めにカーンマニーヒールで初飛行し何度か試験飛行した。 着陸装置としては、ソリが付けられた。グライダーとして成功した後、エンジンが装着できるように改造され、同時に補助翼が追加された。1910年半ばにアブロの 20HP のエンジンを入手した。最初の動力試験では、燃料タンクが入手できず、ウィスキーの瓶から手動で、彼女のおばのラッパ系補聴器を使って燃料を補給した。 動力飛行の試験は、ランドルズタウンのディアパークで行われた。動力型のメイフライは、操縦席の後ろにエンジンを装着し、推進式のプロペラを駆動した。ソリとヨッケタは、アッシュ材を使用し、スプール材を翼内の構造に用い、ブームは蓄材を用い、二例がエンジンの台に用いられた。主翼はキャラコフで覆われ、ピンと張れるように工夫された。 20HP の空冷2機と水平対抗エンジンは操縦席の後ろに設置された。降着装置はソリで移動のために1体の車輪が取り付けられた。飛行機の記事を書き、製作や修理の資金を稼ぎ、1910年8月に動力飛行に成功した。1911年の初めまで飛行を続けたが、父親が事故を心配し、 車を買ってもらう条件で飛行するのを止めた。低出力で、華奢な機体は、より強力なエンジンを積むことはできなかったが、女性でも飛行機を作って飛行することができることを示した。エンジンは売却され、ブランドを記念して2011年8月、ニュートンアベイの公園が、リリアンブランドコミュニティパークと改名され、ステンレスコーで作られた、メイフライの彫刻が設置された。 ありがとうございます。